盛岡誠桜高校、日本学生野球協会に処分撤回求め不服申し立て。エイレ・アドリアンサさんは腰に問題があり、今日 MRI 検査を受けたと語った。彼が AL に行くかどうかは不明。ふざけてるのかよ。サボってる働き蜂の代わりに他のを連れてきてもそいつがサボるんやで。レンドンはエンゼルスに必要な役割ってことや。働き蜂はサボってるんじゃなくてローテーションで休んでるだけだぞ。エンゼル野球の醍醐味はどうなるかわからないワクワク感だよ。大谷の怪我も単純にチームとしての健康管理がざるやからって可能性出てきたな。レンドンやトラウトにしても怪我は本人の資質によるものちゃうのかも。レンドンは悪くなかったんだね。なんかメジャー通気取りがメジャーは選手の体の管理にものすごい気を使ってる。日本は遅れてるとか偉そうに言ってたけどエンゼルスは違うんか。弱り目にたたり目とはまさにこのことかな。すまん、誰だかわからん。何これ、体張って笑い取りに行ってるのか。お笑い球団かな。ジャパニーズお払いの出番やね。見るたびにあのもじゃげの三塁手がエラーしてる。オーナーは言うまでもなく、GM も相当無能なんだろうな。翼の折れたエンゼルたち。戦争でもしてんのか。メディカルチームが無能すぎるレンドンはともかくトラウト潰したのはチームじゃねえのか。レンヒーフォとかも大変なんやろ。残ってんのハウォード、オホッピー、モニアック、ネト、シャヌエル、アデルだけやな。ご視聴ありがとうございました。